にちは。トライアンドエラーでーす。いやー皆さん、いやなんかいきなり声吹けたと思いますね、リスナーの皆さん。吹けましたね。ねえ、いやすいません、ピチピチの学生じゃなくって、いや実はですね、沼野先生、はい私たち、川原学園声優タレントが、はい教員です。はい、教員の沼野先生です。はい、沼野です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして私守屋です。守屋先生です。はい、よろしくお願いします。いやー、いつもはねこの番組は川原学園声優タレント科の学生がですね、持っている番組なんですけども、今日はですね、ちょっと今あのコロナウイルスの、影響でですね、学校が休校になっております。そうなんです。そうなんですよ。でね、学生たちは今自宅待機をしておりまして、ちょっとねこの収録ができないと、いうことなんですよね。そうですね、寂しいですね。寂しいですよね。まあ、それでですね、休むわけにはね、この番組を、休むわけにはいかないので、もう私たちが体を張ってつなごうということになりましてですね。そういうことです。はい、まあでもね、こんなことがなければ、私たちがここに出るということはありませんでしたからね。新鮮な気分ですよね。そうですよね。あの今までね、学生にもっとこうちゃんと喋らなきゃとか言ってたんですけどね、まあこれね、学生が聞くはずですので、恥ずかしい。恥ずかしい。まあ学生も喜んでるんじゃないですか。聞いてますか。聞いてますか、皆さん。学生の皆さん、在校生の皆さん、そして卒業生の皆さんも聞けるはずなんで、聞いてますか。聞いてますか。守屋ですよ。元気にしてますか。また帰ってきて ね。そうなんですよ、はい、ね、ということでですね、まあ、あの学生が出れない間というか、まあ、今回だけだと思いますけどもね。そうですね、はい、あのまあ、ピンチヒッターということで、私と沼野先生で今日はお届けしようと思います。今日はよろしくお願いします。はい、最後までお付き合いくださいませ。ということで先生、学校が休校になってどうですか。いや寂しいですよ ね。なんか春なのに誰もいない学校って、こうなんか冷たい空気が流れるんだなって初めて知りましたね。そうですね、すごく静かですよね、校舎内が、ね。でまたあの新1年生もね、この4月から入ってくる予定でしたけどもね、あの新1年生も自宅待機で、まだねみんなと集まってということができていないので、本当にね、まあ、学生もそうですけど私たちも寂しいなという気持ちで日々過ごしているわけなんですけども、はい、でもねそんなことも言ってられないので、何かね学生自宅でできることないかななんてちょっと考えてまして、で、あの2年生にはねちょっとね、課題を出してと言いますか、自宅でみんなでリレー朗読しようじゃんってちょっと投げたんですよ。また私の宿題ですね。そう私のね思いつきから始まったやつですよ。いつもはい。で、あのリレー朗読っていうのは、あの一つの作品をですね、区切っていって、で一人ずつですね、リレーでどんどんあの朗読をつないでいくというスタイルなんですけども、あの私から始まって次は誰ですって投げていって、次の人を指名制で行ってですね、やってみたんですけどもね、今回、私と2年生10名合わせて11名でですね、宮沢賢治の夜高の星、これあの実は3月の東日本復興記念のイベントでね学生が披露するはずだったんですけども、こちらもちょっとコロナウイルスの影響で、中止になってしまったので、今練習中の課題ということで夜高の星をみんなでリレー朗読しました。いいですよね、名作ですよね。そうですね、夜高の星、僕はあの小学生の時に読書感想文書きました、あ本当ですか。覚えてますね、思い出の4年生。はい、おーねー、ちょっとね、あの、まあ、あの星に、ね、なるというお話なんですけども、あのしんみりしたちょっと話ではありますが、まあ、あのぜひあの今日はその朗読をあの今日の新居浜 FM の皆様にもですね、聞いていただこうと思いますので、ぜひこの後朗読をお届けしたいと思います。はい、それでは、私と声優タレント科3期生、新2年生の10名でお届けします。夜高の星、お聞きください。夜高は実に醜い鳥です。顔はところどころ味噌をつけたようにまだらで、くちばしは平たくて耳まで裂けています。足はまるでよぼよぼで一見とも歩けません。
他の鳥はもうよだかの顔を見ただけでも嫌になってしまうという具合でした。例えばヒバリもあまり美しい鳥ではありませんが、よだかよりはずっと上だと思っていましたので、夕方などよだかに会うとさもさも嫌そうにしんねりと目をつぶりながら首をそっぽへ向けるのでした。もっと小さなおしゃべりの鳥などはいつでもよだかの真っ向から悪口をしました。へっ、また出てきたね。まああのざまをごらん。本当に鳥の仲間の面汚しだよねえ。まああの口の大きいことさ、きっとカエルの親類かなんかなんだよ。こんな調子です。おお、よだかでないただの鷹ならば、こんな生半可の小さい鳥はもう名前を聞いただけでもブルブル震えて、顔色を変えて体を縮めて木の葉の陰にでも隠れたでしょう。ところがよだかは本当は鷹の兄弟でも親類でもありませんでした。かえってよだかはあの美しいカワセミや鳥の中の宝石のようなハチスズメの兄さんでした。ハチスズメは花の蜜を食べ、カワセミはお魚を食べ、よだかはハムシを取って食べるのでした。それによだかには鋭い爪も鋭いくちばしもありませんでしたから、どんなに弱い鳥でもよだかを怖がるはずはなかったのです。それなら鷹という名のついたことは不思議なようですが、これは一つはよだかの羽がむやみに強くて、風を切ってかけるときなどはまるで鷹のように見えたことと、もう一つは鳴き声が鋭くて、やはりどこか鷹に似ていたためです。もちろん鷹はこれを非常に気にかけて嫌がっていました。それですからよだかの顔さえ見ると肩を怒らせて、早く名前を改めろ、名前を改めろというのでした。ある夕方、とうとう鷹がよだかの家へやってまいりました。おい、いるかい？まだお前は名前を変えないのか？ずいぶんお前も恥知らずだな。お前と俺ではよっぽど人格が違うんだよ。例えば俺は青い空をどこまででも飛んでいく。お前は曇って薄暗い日か夜でなくちゃ出てこない。それから俺のくちばしや爪を見ろ。そしてよくお前のと比べてみるがいい。鷹さん、それはあんまり無理です。私の名前は私が勝手につけたのではありません。神様からくださったのです。いいや、俺の名なら神様からもらったのだと言ってもよかろうが、お前のはいわば俺と夜と両方から借りてあるんだ。さあ返せ。鷹さん、それは無理です。無理じゃない、俺がいい名を教えてやろう。一蔵と言うんだ。一蔵とな、いい名だろう。そこで名前を変えるには改名の披露というものをしないといけない。いいか、それはな、首へ一蔵と書いた札をぶら下げて、私は以来一蔵と申しますと口上を言って、みんなのところをお辞儀して回るのだ。そんなこととてもできません。いいや、できる。そうしろ。もし明後日の朝までにお前がそうしなかったら、もうすぐつかみ殺すぞ。つかみ殺してしまうからそう思え。俺は明後日の朝早く鳥の家を一軒ずつ回って、お前が来たかどうかを聞いて歩く。一軒でも来なかったという家があったら、もう貴様もその時がおしまいだぞ。だってそれはあんまり無理じゃありませんか。そんなことをするくらいなら私はもう死んだ方がマシです。今すぐ殺してください。まあよく後で考えてごらん。一蔵なんてそんなに悪いなじゃないよ。鷹は大きな羽をいっぱいに広げて、自分の巣の方へ飛んで帰っていきました。よだかはじっと目をつぶって考えました。一体僕はなぜこうみんなに嫌がられるのだろう。僕の顔は味噌をつけたようで、口は裂けてるからな。それだって僕は今まで何にも悪いことをしたことがない。
赤ん坊のメズロが巣から落ちてた時は、助けて巣へ連れて行ってやった。そしたらメズロは赤ん坊をまるで盗人からでも取り返すように僕から引き離したんだな。それからひどく僕を笑ったっけ。それに、ああ、今度は一蔵だなんて、首へ札をかけるなんて、辛い話だな。あたりはもう薄暗くなっていました。よだかは巣から飛び出しました。雲が意地悪く光って低く垂れています。よだかはまるで雲とすれすれになって音なく空を飛び回りました。それからにわかによだかは口を大きく開いて羽をまっすぐに張ってまるで矢のように空を横切りました。小さな羽虫が幾匹も幾匹もその喉に入りました。体が土につくかつかないうちに、よだかはひらりとまた空へ跳ね上がりました。もう雲はネズミ色になり、向こうの山には山焼けの火が真っ赤です。よだかが思い切って飛ぶときは、空がまるで二つに切れたように思われます。一匹のカブトムシが、よだかの喉に入ってひどくもがきました。よだかはすぐそれを飲み込みましたが、その時なんだか背中がゾッとしたように思いました。雲はもう真っ黒く、東の方だけ山焼きの火が赤く映って恐ろしいようです。よだかは胸が疲れたように思いながら、また空へ登りました。また一匹のカブトムシがよだかの喉に入りました。そしてまるで、よだかの喉を引っかいてバタバタしました。よだかはそれを無理に飲み込んでしまいましたが、その時、急に胸がドキッとして、よだかは大声を上げて泣き出しました。泣きながら、ぐる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 空をめくったのです。ああ、カブトムシやたくさんのハムシが、毎晩僕に殺される。そして、そのただ一つの僕が、今度は鷹に殺される。それがこんなに辛いのだ。ああ、辛い、辛い。僕はもう虫を食べないで、飢えて死のう。いや、その前にもう鷹が僕を殺すだろう。いや、その前に僕は、遠くの空の向こうに行ってしまおう。山焼けの火は、だんだん水のように流れて広がり、雲も赤く燃えているようです。よだかはまっすぐに、弟のカワセミのところへ飛んでいきました。きれいなカワセミも、ちょうど起きて、遠くの山火事を見ていたところでした。そしてよだかの降りてきたのを見て言いました。兄さん、こんばんは。何か急のご用ですか？いや、僕は今度、遠いところ行くからね。その前ちょっとお前に会いに来たよ。兄さん、行っちゃいけませんよ。ハチスズメもあんな遠くにいるんですし、僕一人ぼっちになってしまうじゃありませんか。それはね、どうも仕方ないのだ。もう今日は何も言わないでくれ。そしてお前もね、どうしても取らなければならない時の他はいたずらにお魚を取ったりしないようにしてくれ。さよなら。兄さん、どうしたんです？まあ、もうちょっとお待ちなさい。いや、いつまでいても同じだ。ハチスズメ、後でよろしく言ってやってくれ。さよなら。もう会わないよ。さよなら。よだかは泣きながら自分のお家へ帰ってまいりました。短い夏の夜はもう明けかかっていました。シダの葉は夜明けの霧を吸って青く冷たく揺れました。よだかは高くキシキシキシと鳴きました。そして巣の中をきちんと片付け、きれいに体中の羽や毛を揃えてまた巣から飛び出しました。
霧が晴れてお日様がちょうど東から昇りました。夜高はグラグラするほど眩しいのをこらえて矢のようにそっちへ飛んでいきました。お日さんお日さん、どうぞ私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。私のような醜い体でも焼けるときには小さな光を出すでしょう。どうか私を連れてってください。行っても行ってもお日様は近くなりませんでした。かえってだんだん小さく遠くなりながらお日様が言いました。お前はよだかだな。なるほど、ずいぶんつらかろう。今度空を飛んで星にそう頼んでごらん。お前は昼の鳥ではないのだからな。よだかはお辞儀を一つしたと思いましたが、急にグラグラしてとうとう野原の草の上に落ちてしまいました。そしてまるで夢を見ているようでした。体がずっと赤や木の星の間を登っていったり、どこまでも風に飛ばされたり、また鷹が来て体を掴んだりしたようでした。冷たいものがにわかに顔に落ちました。よだかは目を開きました。一本の若いすすきの葉から露が滴ったのでした。もうすっかり夜になって空は青黒く一面の星が瞬いていました。よだかは空へ飛び上がりました。今夜も山焼けの日は真っ赤です。よだかはその日のかすかな明かりと冷たい星明かりの中を飛び巡りました。それからもう一遍飛び巡りました。そして思い切って西の空のあの美しいオリオンの星の方にまっすぐに飛びながら叫びました。お星さん、西の青白いお星さん、どうか私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。オリオンは勇ましい歌を続けながら、よだかなどは点で相手にしませんでした。よだかは泣きそうになってよろよろと落ちて、それからやっと踏み止まってもう一遍飛び巡りました。それから南の大犬座の方へまっすぐに飛びながら叫びました。お星さん、南の青いお星さん、どうか私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。大犬は青や紫や黄や美しくせわしく瞬きながら言いました。バカを言うな。お前なんか一体どんなものだい。たかが鳥じゃないか。お前の羽でここまで来るには億年、長年、億長年だ。そしてまた別の方を向きました。よだかはがっかりしてよろよろ落ちて、それからまた二辺飛び巡りました。それからまた思い切って北の大熊星の方へまっすぐに飛びながら叫びました。北の青い星様、あなたのところへどうか私を連れてってください。大熊星は静かに言いました。余計なことを考えるものではない。少し頭を冷やしてきなさい。そういう時は氷山の浮いている海の中へ飛び込むか、近くに海がなかったら氷を浮かべたコップの水の中へ飛び込むのが一等だ。よだかはがっかりしてよろよろ落ちて、それからまた四辺空を巡りました。そしてもう一度東から今登った天の川の向こう岸のわしの星に叫びました。東の白いお星様、どうか私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。わしは大風に言いました。いいや、とてもとても話にも何にもならん。星になるにはそれ相応の身分でなくちゃいかん。またよほど金もいるのだ。よだかはもうすっかり力を落としてしまって羽を閉じて地に落ちていきました。そしてもう一尺で地面にその弱い足がつくという時、
ヨドカはにがかに、のろしのように空へ飛び上がりました。空の中ほどへ来て、ヨドカはまるでわしが熊を襲うときするように、ぶるっと体を揺すって毛を逆立てました。それから、キシキシ、キシキシ、キシッと、高く高く叫びました。その声はまるで鷹でした。野原や林に眠っていた他の鳥は、みんな目を覚まして、ブルブル震えながら、いぶかしそうに星空を見上げました。ヨダカは、どこまでも、どこまでも、まっすぐ空へ登っていきました。もう山焼けの日は、タバコの吸い殻の暗いにしか見えません。ヨダカは、登って、登っていきました。寒さに息は胸に白く凍りました。空気が薄くなったために、羽をそれはそれはせわしく動かさなければなりませんでした。それなのに、星の大きさはさっきと少しも変わりません。つく息は冬後のようです。寒さや霜がまるで剣のように、ヨダカを刺しました。ヨダカは羽がすっかりしびれてしまいました。そして涙ぐんだ目を上げて、もういっぺん空を見ました。そうです。これがヨダカの最後でした。もうヨダカは落ちているのか、登っているのか、逆さになっているのか、上を向いているのかもわかりませんでした。ただ心持ちは安らかに、その血のついた大きなくちばしは横に曲がっていましたが、確かに少し笑っておりました。それからしばらく経って、ヨダカははっきり眼を開きました。そして自分の体が今、銀の火のような青い美しい光になって、静かに燃えているのを見ました。すぐ隣はカシオピア座でした。天の川の青白い光がすぐ後ろになっていました。そしてヨダカの星は燃え続けました。いつまでもいつまでも燃え続けました。今でもまだ燃えています。いやー、よかったですね。なるほど。ねえ。なんかみんなのその一人一人の個性というか良さというか、はい、それが十分に表現できてたんじゃないかなと思います、うんうんうん、そうですね、うん、あとなんかこう真面目にね取り組んでくれたし、はい、なんか朗読この学年結構好きなんですよみんな。だからねこう投げかけたらもうちょっと時間かかるかなと思ったんですけども、うん、トントントンとみんな提出してくれて、ああ、でその提出するのも一生懸命練習してですね、うん、撮ってくれてたの で、 そうですね、すごいなんかなんでしょう、こう訴えられるものがあるというか、うん、はい、真摯に朗読を送れたかなと思います、うん、そうですね、うん、なんかこういうことするとなんかいい加減に出しちゃったりとか、うん、粗末になったり、4月なんですけれど、うんうんうん、学生やっぱりその辺、はい、真面目によくやったんじゃないかなと思います、うん、そうです ね、うん、いやね、これね面白かったんで私はなので今度はちょっと卒業生もね、巻き込んでねやろうかなと思ってるんですよ。あ、いいですね、はい、またね第2弾も、ね、できたらお届け、ね、ラジオでもできたらと思いますけども、ね、はい、実は私たちのね川原学園の声優タレント科の YouTube のね、サイトもありまして、はい、そちらはちゃんと動画付きでみんなの顔が見える状態で、はい、このヨダカの星もアップしておりますし、他にもね先生、はい、いろいろ去年1年間、たくさん取りだめして、編集して、うん、アップしておりますので、はい、皆さんご覧ください。学生 の、うん、頑張る姿も 見てもらいたいのでもちろんなんですけれど、うんうん、はい、今回の朗読については、うん、自分たちで、自撮りをして、それぞれがアップしてるんですよね、うんうんうん、なんかこう角度から、うん、表情から、うん、姿勢から、うん、ドアップで映ってる子も引きで映ってる子もいろんなのがあるので、はい、そういったところも、楽しんでいただけたらと思います。はい、ぜひ YouTube でご覧いただけたらと思います。
ここで私たちが調べました新居浜情報をお届けいたします。今日はですね、食べようや新居浜プロジェクトというプロジェクトをご紹介したいと思います。はい、はい、これはですね、今全国でですねテイクアウトが推奨されてますけどもね、新居浜でもたくさんのテイクアウトのお店がありますが、このねお店をですねメディアの皆さんが、応援しようということでですね、このハローニュー新居浜 FM でも、ご協力をしているということなんですけども、はい、沼野先生、このねあのインターネットで調べてねたくさんお店が出てくるんですけども、はい、気になったお店ありますか？はい、私はですね、はい、季節料理花山椒さん、はい、はい、こちらなんですが、うん、タイのだしカレーのお弁当が、出ております。あ、タイ、あのお魚のタイね。そうですね、はい、はい、ちょっと興味ありますよね。はい、そうですね、あ、本当だ、なんかタイのチーズフライとか、秘密の唐揚げが乗っているんですかね。ですね、気になる。秘密の唐揚げですね。気になりますね。ちょっと怖いな、秘密の唐揚げですよ。いやぜひね食べてみたいと思うんですけども、こちらは新居浜市境町、お電話番号が 0897405775、 携帯電話が 0901579-9958、 こちらでご予約くださいませ。はい、はい、私はですね、はい、気になったのが、創作地区にありますですね、ヒーリングスイーツ K さん。いいです ね、スイーツですか。そう、私実はねあのお伺いしたことがあるんです、 K さん。はい、ね、この間はですねほうじ茶プリンをいただきまして。いいですね、ほうじ茶流行ってますね。そう、めっちゃ美味しかったですよ。 おすすめです。はい、ね、スイーツはねあのテイクアウトあのいつもねされてると思うんですが、うん、やっぱりこうね頑張ったご褒美とかね、うん、ご褒美スイーツとか食べることがあるんですけどもね、私はね。いいね、はい、そうなんですよ。こちらの、ヒーリングスイーツ K さんは、創作地区にございます。南側ですね。お電話番号が 0897-27-5556、 こちらでご予約くださいませ。はい、はい、ねえ、まあ、沼野先生スイーツとかをご褒美で食べたりします？そうですね、よく食べますけれど、うん、私それよりもやっぱりうどんが一番、ね、好きなんですよ、ね、そうそう言ってましたよね、はい、あ、私ねうどんの、ね、はい、テイクアウト見つけたんですよ。見つけました、ありがとうございます。はいはい、どちらでしょう？こちらはですね新居浜市港町の、はい、麺どころあわたさん。あ、こちらですね、はい、そう、あわたうどんさん、680円、ぶっかけとかそばもありますね。いやー、なんか麺類持ち帰りって嬉しいですね。これ美味しそうですね。ねー、テイクアウトです、うんうん、出前ではなくてテイクアウトなんですね。そうですね、テイクアウトって書いてますよね。こうサランラップにくるんだりとか、なんか、ね、どうやって持ち帰るんですかね。本当気になる、ぜひ、ね、ご利用いただけたらと思いますが、麺どころあわたさんは 0897-32-4800、 こちらでご予約くださいませ。はい、ね、ご褒美うどんということで、はい、沼野先生ねぜひ、ね、ご利用いただいたらと思います。はい、はい、ね、これ以外にもねたくさんのテイクアウトのお店が掲載されてますので、ぜひ皆様ご利用してお家で美味しい時間をお過ごしくださいませということで、はい、あっという間に終わりの時間が近づいてまいりました。ですね、あっという間ですね。ね、あっという間ですよね。まあね、この番組ではですね皆さんのメッセージそれからリクエストをお待ちしております。はい、はい、では沼野先生からですね、はい、メールアドレスをご紹介していただきます。はい、はい、はい、では皆さんのお便りお待ちしております。アドレスはこちら pmt-seiyu@kawahara.ac.jp。 もう一度言います、アドレスは pmt-seiyu@kawahara.ac.jp でお待ちしております。はい、ぜひ皆さんからのメッセージを、ね、いただけると学生も大変喜びますので、はい、はい、ぜひぜひたくさんメッセージをいただけたらと思います。お待ちしております。お待ちしております。まあ、ちょっと次回はですね学生が自宅からですね、録音したものをですねお届けしようかと思っております。それではまた学生がお届けしますので、はい、ぜひ聞いてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。